マルサンホビー動画チャンネルです。タミヤ2024年1月の新製品のご案内をさせていただきます。まずはこちらですか。ちょっとあのもう発売はされているんですけれども、あのタミヤのミニオンク用のあのオーバルホームサーキットの立体レーンチェンジ付きで、えー、ミニオンクのキットの、えー、シェバリアと S ツーラのキットがあのついたものになります。こちらの方は。 あのサーキットの方がこが、また色が今までと違う、ちょっとこのブレーとブルーの、えー、こうカラーリングになったあのこう立体チェンジでこう内側と外側が走れるあのコースになっておりまして、まあ、2周走ると約10メートルぐらいの距離になります。で買ってすぐにあのミニ四駆も2台入っておりますので、作っていただいて、あの走らせて遊べるようになります。こちらの方はえ価格がえ税込1万2100円になります。 次にご紹介しますのがこちらのミニ四駆になります。こちらがレイボルフポリカボディスペシャルのライトブルー MS シャーシになります。こちらの方は3分割シャーシの MS シャーシを使用しており、ボディはポリカーボネートの軽量タイプになっております。さらにそれに入るシールも入っており、さらには白いローラーとかがワインポイントのカラーリングになっています。 ホイールはあのメッキの非常に綺麗なスポークホイールになっておりましてタイヤはあの小型のスーパーハードの、えー、タイヤがついておりタイヤの横にはホワイトのプリントが、えー、されておりますこちらの方は、えー、1月20日の、えー、発売予定になっておりまして価格が税込み、えー、1430円になります次にご紹介しますのがミニ四区特別企画品になります、えー、19mm プラリング付きアルミベアリングローラーの6本。 ポークの、えー、レッドになりますこちらはあの軽量であの強度の高いアルミ製の6本スポークの、えー、ローラーになっておりまして、えー、回転のところにあのこうプラスチック製の赤いリングがついておりますので、こちらつけていただきますと、あのこうローラーのクッションにもなりますし、さらには赤いコーラインの入ったちょっとこうドレスアップ的なあのパーツとしてもあの利用できますので、あの今お持ちのミニオンクにぜひ取り付けてみてください。 こちらの方が1月27日発売予定の価格が税込み902円になります。で次にご紹介しますのはこちらになります。こちらはもうタミヤの定番になりますあのカタログの2024年度版のスケールモデル用になります。タミヤで現在発売されておりますあのスケールモデルのこうプラモデルを満載しましたカラーのあのこうカタログになっております。 最新のモデルなども、えー、掲載されておりますので、あの今月出ました48分の 1F35B ライトニング2などもあの掲載がされております、さらにはこう工具や色、そういったものの,あのこう、えー、リストにもなりますので、非常にあのこう見ていてもワクワクするあの雑誌になっておりますので、ぜひこちらの方もあの合わせてあのお買い求めいただければと思います。 こちらの方は12月の23日の土曜日発売予定になっておりまして、価格が税込み1430円になりますで。次にご紹介しますのはこちらの方の商品になります。こちらの方はあのスポット生産であのなっておりますのであの、ご注意いただければと思うんですが、こちらが1 20分の1スケールのト,トヨタセリカ LB ターボグループ5になります。こちらは1970年代にありましたあのグループ5っていうあの カテゴリーのレースをあのトヨタが制覇するためにあの開発されたセリカになります。キットの方は25年ぶりの、えー、再販になりまして、ボディとかは非常にこうエアロパーツで固められた、あのすごいこうスタイリッシュなボディになっております。ちょっともう見た目セリカと言われても、本当にセリカの形が全然残ってないような、すごいあのこう、えー、エアロダイナミズのボディになっております。さらには560馬力を発揮する4気筒ターボエンジンジも 再現されており足回りも精密に作られておりますさらにはあの室内の中にはロールゲージも、えー、入っており、えー、ドライバーフィギュアも1体付いておりますで、デカールの方はカーナンバーの違う、えー、2種類が入っておりますでこちらの方は20分の1スケールということで少し大きいサイズの、えー、全長が約、えー、24センチくらいになりますでこちらが、えー、発売予定が1月20日の、えー、税込みの5060円になりますで次に、えー、ご紹介しますのこちらになりますあのー ルパン三世などでもあのこう非常に、まあ、メジャーに使われている、あのー、車のモデルになるんですが24分の1スケールのヒュイアット 500F になりますこちらの方もスポット生産品になっており13年ぶりにあの久々に、えー、登場しましたこの可愛らしいあのボディーの中にあの非常にこうシンプルでもあの精密に再現された内装やエンジントランスミッションにおけるあとサスペンションなども細部にこだわり作られております で完成した後もあのもリアフードを開けて、まあ、中のメカを見ることもできますしキャンバストップは、えー、開閉が選択式になっておりますので閉じた状態と開けた状態を選べるようになりますさらにはウィンドマスキングシールもあのセットされておりますこちらの,あの2点の車のプラモデルは期間限定生産ですのであのその当時買い逃したお客様はぜひこの機会に合わせてぜひ購入しておいてください こちらの方は2月3日の発売予定になっておりまして、価格が税込2420円になります。こちらであのスケールモデルの方はご案内は以上になります。続きまして1月発売新製品のラジコンの紹介です。 えー、トップバッターは、やはり今、一番注目度が高い TA08R シャーシキットですねで。こちらの方はもう目的がはっきりしていて、タミヤのレースに勝つ。それがもう形にすると、この形になります。もともと TA08 があの評判が良かったんですけれども、あの何を変えたかというとですねあの、よりレースに特化して、まず一番違う,は違うのはアッパーデッキをカーボンでつなぎました。であのー、これを使う,使うことによって、チャーシューの合成が飛躍的に上がって、あのー ええと、操作をした時のフィーリングはあのダイレクトに伝わるようになってました。前はあのアッパーデッキはなかったもんですから、少しあい曖昧なところがあったんですけれども、このあのアッパーデッキのおかげで、あのダイレクトにもう冷循環としてあの1ランク上があったような感じですね。であと。 もう一つ違うのはタイヤを使って走る車ですからアッパーアームですね上の腕の根元のところが金属製になってますていうことはどういうことかというとタイヤからの反応がダイレクトに分かるようになりますから非常に分かりやすい素直な車に仕上がってますで非常によくできたシャーシでシャーシが少し斜めになっていてロールをしてもできるようになってますけれどもタミヤのレースのルールだとこれがナンバーワンになると思いますですから えーまあ、それだけじゃなくても、通常に走ってもよく走りますんで、ツーベルトの四、えー、輪駆動の車っていうと、今、少ないもんですから、素直な車の,あの性能と仕上がって、オプションパーツ満載ですから、あのぜひ、タミヤの速い車を欲しいとう人には、まあ、うってつけのものになりますね。で、一応、発売時期は1月13日頃予定で、えー、と価格的には6万5780円の価格になってますけれども、オプション満載ですから、内容的にはすごくお買い得になってます。 え続きまして、注目のこちらも新製品です。であのー、1月20日ごろ発売の1 7380円のアルファロメオジュリアスプリント GTA クラブレートレーサーですね。でこれの一番の番特徴はですね、ボディも、あのー えと塗装済みのボディがついていて、非常に綺麗に仕上がっていると思います。で、MB01 のシャーシですね、夏頃あの発売になりました、あのフィアットの、えー、シャーシと同じタイプなんですね。どういうことかっていうと、FF にもリア駆動にも組み換えができます。で、あと、ホイールベースがあの3種類210、225、239の,の M シャーシの中の、えー、ホイールベースが3つ選べますんで、あのどんなミニサイズでも乗っかるってことですね。で、そのシャーシが今、あの人気があって、あの間に合わないものですから、あのー、 フレームが欲しくって、あのえー、とこちらを買う人も多分いらっしゃいますし、逆にアルファロメオの,あのファンの人は、もうアルファロメオだからっていう一択の段付きのこちらの1960年代であのクラブマンレーサーで活躍した、あのー、タイプなんですね。で、塗装済みで塗装が苦手な人もそのままステッカーを貼って、えー、組み立てるだけですから、あのー、うってつけですね。形にもなるくらい、あのーえー、復刻版なんですけれども、ボディはあの非常に綺麗によくできていて、あのー、再販があるとあっという間に売れてしまうアルファのロメオの人気のある。 え車なんですけれどもあの、えー、タイヤが 60D の対応を使っていてあのフロントグリルとかもプラスチックの部品を使っていて非常に大向があってあのおじさんたちはもう指定の人がすごく多いんですねであのこちらの,あのアルファルメオはあの、えー、と前回はあの FF とかで出してたんですけれどもその時にボディセットが存在しなかったものですからあのカサマサービスでバラバラで部品を取り寄せて、えー、とボディをあの集めてる人なんかもたくさんいらっしゃったぐらいあの人気が非常にあるタイプですからリア駆動で、えー、FF だとはパワーリア駆動だと、面白いものだと低重心の,あのリア駆動にもできますし、モーターを少し上げてあのロールを生かして走らせるような実車っぽい動きができる、えー、二輪駆動のコンパクトなんですけれども、あのものすごく魅力のあるあの車体ですね、ぜひこちらもあの、えー、とおすすめの自体です。 え続きまして、えー、とスーパーセイバー2023年ですね、えー、こちらがかなり予約の人も、あのー、いらっしゃいますで。復刻版なんですけれども、あのー、改善されて作ってます。であのー、昔と違うのは、ですね、あのー、ボディがカット済みで、ボディは塗装してあります。ということは、このままあのー、えーとコロコロコミックを昔読んでた世代の人が、もう青春のマシンなもんですから、あのー、えーまあホットショットの流れを組んでるタイヤホイールとか、あのー あのバンパーとかを使ってるんですけれども、軽量な分、あのかなりキビキビ走ってよく走る車だったんですね。で、あの意外なことに、あの今まであの復刻になったことがないあのタイプなもんですから、あの長らくあのこういうのはあの待たれてたんですけれども、やっと再販,あの再販というか、復刻になりましたので、ぜひあのこのチャンスにお買い求めください。四輪駆動のスタンダードなんですけれども、あの組み立てキットで、えー あの昔のスイッチじゃないもんですからスピードコントローラーが安否になってますんであのその分作りやすくなってます。であのホットショットの,あの主要なパーツを使ってますけれどもフレームがあのバスタブタイプなもんですから軽くってあの、えー、とブーメランにどっちかっていうと近いんですね。でもやっぱりスーパーセーバーっていうのはやっぱそれだけあの、えー、ご指定の人が多いもんですからあのー。 なかなかこの辺ですと1回発売になってからまた切れるといつだなかわからない状態なものですからぜひ気になる方はあのお求めいただいた方がよろしいと思います。でこちらは1月20日ごろ予定で、えー、価格的には2万4200円になります。えぜひあのこのえー、と復刻版のこうタイプだとやっぱりなかなかあの、えー、2回目3回目っていうのはちょっと入荷非常に厳しいんであのぜひおすすめの,あの入、えー、と新製品です。 えーと続きまして部品の紹介です。えー、あのこちらはアルミデフホルダー 0.8mm オフセット2個と 0.5mm オフセット2個です。これはあの車体を持っている人はないと分かりづらいんですけれども、あのベルトの車で、えー、プーリーを受ける根元の方の、えー、ところがこれになってますので、それの金属板になります。どういうことかっていうと、ベルトが、あのーえー あのプーリーで前後ろであの動くんですけれども、えー、俗にこのタイプですね、TA08 とか TR42 枚とか、か前後ろとかこうベルトでいきますで、ベルトを動かすのに、これがあのうまく、すごく軽くも動かまいけないんですけれども、そこがプラスチックなんですね。ということは、たまんだりとか、あの曖昧さが出てくるんですけれども、こちらの方に、えー、すると金属製ですから、もう逃げがないものですから、非常にあの地味なんですけれども、あの効果がすごくあるあの金属パーツになります。 ですから、TA08 系とか TRF420 持ってる人は必ず必要になってくると思います。こういうのも最初に入ってくると次回、ちなあの分かりづらいパーツなもんですから地味ですけれども非常に性能がかなり上がりますのでタミヤのレース出る人とかレースゃなくてもきっちりやりたいっていう方で TA08、TRF420 には必ず必要な 部品ですねですから、これは1月16日くらいにあの入荷予定で、あの価格は2310円で、この厚みはちょっとその人のセットによって変わってきますので、2種類出ます。ぜひこちらの方は、そのベルトの方をお持ちの人はあの、えー、必ずあのゲットした方がいいっていうあの新製品ですねで。あと続きまして、こちらがローマえンと台形、えー、アルミスプリングリテーナーですね。これは何かっていうと、あの SSBB ダンパー、要は短いダンパーで太いダンパーがあるんですね、簡単に言うとオンロードで、それの,あの金属製の受けなんですけれども、ただの受けじゃなくて、ですね。これは車あの全長を短くできます。ということはあの、車高が低くできるということなんですね。であの、スプリングの動きがスムーズになって、車の動きが軽快になります。で、ここのところは力がかかるものですから、金属だとあの、その入力、力の入力をちゃんと受け止めて、あの えそうですねしかもあの車高が全長が短くなるもんですからスムーズに動いてというダンパーあの最近多いんですけれどもあの短めの,あのオンロードのダンパーにはあのぜひこちらの方が付けると動きがもう明らさまに変わりますのでこちらも1月16日ぐらいにあの入荷予定で価格的には2200円になりますけれどもあの先ほどのパーツと相まってあのちょっと地味なんですけれどもあのえと性能アップ間違いなしのえとおすすめの商品になります。えっと、一応1月はこのように あの魅力的な新製品、あと,、えー、と実践的なパーツとかも入ってまいりますんであので、ぜひあのこちらの方はあはお早めにご用命ください。であの、一応こういう新製品の情報とか、再入荷品とか新製品の入荷とかは、逐一あの、えー、動画にアップしますので、ぜひあのチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。合わせてマルサンホビーでは自社サイト、ヤフーショッピング、アマゾン等で通信販売も受け止まってますので、そちらの方のご用命もお待ちしてます。いつもご清聴ありがとうございます。